まあ、あとやっぱりこの未来さん的なところでしたか。まあそのアフリカンドゥームハマーですね。ああこれねアフリカンドゥームハマーこれ、ね、あの本を持ちの方48ページ見ていただけるこれは何ですかねこれは。いやこれはメタルじゃないぐらいですかね。なんかうんいやちょっとよくわかんないですね。あの楽器を弾けてるのかどうかっていうところからまず疑わないといけないぐらいの、まあ、まずこのバンド名がアフリカンドゥームハマー、うん、これもね強烈なんですけどこのバンドね何がすごいってこう影響を受けたバンドいろいろ挙げててこれねバトルロアマニラロード、うん、セイクレットスティールあとドゥームソードソルスティスこれ渋すぎんですよ、うん、だマニアですよねそうですよいわゆるエピックメタルと言われるあこれ日本でもほとんどパンがいないあそうですかんですよ。あの本当に局地的な人気のあるバンド、エピックメタル。エピックメタルっていう、まあ、その一番偉いバンドがマニラローっていう。ああそうです。でエピックメタルってすごくエピックそうで、すごいだろうなと思って聞くと妙にテンションが低いっていう。あそういうジャンルだったんだ。これすごく特別なジャンルなので。あそれは知らなかった。これはね掘り下げた方がいいです。ああさすがですね。その辺のバンドでその中でもこのドゥームソードとかっていうのは。あんまりこう知られそれほど知られていない、うんまあ、いわゆるエピックメタルの外では知られていないので、これをね、上げてくるバンドが、はい、アフリカにいるってちょっとびっくりなんですよ。そうこの人は相当マニアだなと思いましたね。でも結構世代が古いあのバンドとかは詳しいから、かなりすごいなと思いましたけど。これはちょっとびっくりなんでしょうね。でもその影響が音に出てるのかどうかもちょっと分かんないってか。ボアダムズみたいに。なんていうかなめちゃくちゃ言ってるって言ったらあれけどちょっともうなんかノイズみたいになってるっていうか、うん、これがあの音的にいいって言ってる人結構いましたね。まあねそこはやっぱりそのアフリカっていう地域から出てくるとアフリカからあんまり本格的な、ねうん、そのデスコアとか、ええ、ブラックメタルっていうよりはもうなんかアフリカ丸出しのバンド、ええ、なんだかよくわかんないバンドの方が興味惹かれる部分とか、まあそうですね極物的なね、うん、変なバンドっていうことでねこれと写真がねすごいじゃないですか。あこれねこの写真がすごくてインパクトあってでこれ HMV さんでもなんかこれ投稿してなんかすごいリツイートされて、うん、でもこれ本当はこれをカバーにしたいぐらいだったんですよ、うんまあ、こっちでもよかったんですけど、うん、でこの写真送ってくれって言ったら海賊引いたら送ってくれたらちょっとこれしかないんだよと思って実はこのバンドの写真じゃないんじゃないかっていう記憶があるんですけど、うんだってこのバンドって総合的にやっぱそのいろんな面でなんていうかな技術力がすごい低いんですよ。それでこのアーティスト写真だけは結構凝ってるんですよアーティスティックに。でその釣り合いが取れてないところからしてもなんかもしかしたらちょっと違うんじゃないかなっていう説が。まあ、うん、でいうとこれ確かこの文章の中で黒塗り写真って書いてあったと思うんですけど。ああはい。書いてあるんじゃんけ。このバンド出たかな。なんかどっかで書いてあるって。これ黒塗りなんですか。そこもよくわからない。確かにあのブラックメタルのコープスペイントとはまた別の何かなのかもしれない、ね。なんでしょうねこれ。ちょっと不思議な感じですね。でこのあのバンドやっぱなんか回答とかも結構デチっぽくて、うん、すごいこなれた英語で、あの活動しているのはナミビアなんですけど出身はケニアで、で大学で鉱山かなんか学んで、それでまあナミビアに移住して働いてるっていうから、だから。あ、違うやな、あ、そうだ、この人、そうだ、ベイドは出身じゃナミビアって書いてある、これでもアフリカのバンドであるのは間違いないんだと思いますよ。ちょっとこのね、ドゥームソードとか、ね、マニラロードって言われると本当かと、こんな知識がある人って、欧米でもそんなにはねっていう気がするので不思議ですよね。なぜここに注目したのか、まずレコーダーがあるのか、その時からCD 変えたのか、でオンラインで聴けるのかもしかしたらアフリカじゃないとかっていうこともあるのかもしれないけど、どうなんでしょう。やっぱそういう話もなんかこの本の中にも結構あって、だから、まあ、このバンドは結構疑惑濃厚ですけど、なんか本当に絶対アフリカじゃないなっていうのはもういくつかやっぱ載ってますね。あのヴィラノーチェってこのバンドとかブラックメタルアンビエントっぽいブラックメタルですけど、はい、これなんかもう検索しても何も出てこないし、うん、でメール送ったけどやっぱ返事ないし、でザンビア出身って言ってるんですけど、なんか雪の中の羊のなんかジャケット写真で、うん、ね、うん、
まあ、ザンビアに残留あの白人がいるから、白人がやってる可能性もないかもしれないけど、あるかもしれないけど、ちょっと検証は不可能なのと、他にもやっぱ、詐称してるバンド、これなんか、あのインファータイルサウロガシーってバンドですけど、これは決定的に、決定的とまでは言えないけど、多分 98% セレブラルエフュージョンっていうスペインのブルータルデスメタルサラミング系のの覆面バンドで、コンゴ民主共和国旧ザイルですけど、そこ出身だっていうふうに書いて、でリベラせるために書いてるだけで、実はスペインなんじゃないかっていう、そういう嘘アフリカ結構いますよね。あと唯一もう全く突き止められなかった、音源すら聞けなかったっていうのがタンザニアのギザ・ウチャウイっていうところ。これは111ですね。ブラックメタル有名だったりしないですよね。いやこれは聞いたことないですね、うん、2002年タンザニア。大体どんなバンドも1曲ぐらい消えるじゃないですか、特に2000年以降ぐらいに活動してるんで、うん、確かにデモが出てるわけですからね。もうでも突き止められなかったですね、うん、唯一ですね、音が聞けなかったっていうのは。これはまた写真もすごいですね。うん、これもね、なんか味わいがあるっていうか、なんか何でしょう、劣化コピーにしか見ないけど、なるほど、まあ、あと有名ですけど、ニセっていうか、ね、アフリカ出身殺傷っていうわけじゃないけど、有名ですけど、ヘイトミーっていう、鳥がコンゴ原産だっていうので、ネタで言いましたけど、まあ、これネットとかでも結構話題になったから、知ってる人は知ってるかもしれない。まあ、そんなバンドが本当にこれ満載、最初から最後なんですけどね。ぜひ。やっぱちょっと不思議なのって、どうしてこう、はい、普通こう音楽っていうと、はい、まあ、そのいい音楽を聴きたいっていうのが普通の欲だと思うんですけど、どうしても辺境っていうものに惹かれる部分って、全員じゃないのかもしれない、そういうのがない人もいるのかもしれないけど、なんでこう辺境って惹かれるんでしょうね。なんででしょうね、なんか不思議な。辺境に全然惹かれない人もいるんですよね。まあ、いるんですよね。そう、だから国とか興味なくて、別にどこ出身とかも何とも思わない、そういう音楽のかっこいいっていうところだけにしか関心がない、そういう人とかもいる一方で、この本が出る前とかからもやっぱその辺境メタルとかって言うじゃないですか、うん、こういうところからも出てきたみたいな感じでいうふうに言われて、それで興奮する人たちっていうのも一定数いて、なんでなのかわからないけれども、なんでなのかなと思ったら、やっぱ仲間意識みたいなのもあるのかなと思って、自分と同じような感受性で、まあ、バンドやってたりメタルを聴いて、で同じ時代に同じような音楽を世界に統一されたそのメタルシーンの中で地球の反対側とかで聴いてる友達にもなれるかもしれない、感受性が同じような人がいる、だけどその国が経済的にすごいやっぱ劣ってるから、その中でその逆境を乗り越えて自分でいろいろ楽器とか、まあ、いろいろ工夫してレコーディング工夫して、それでアイデアでかっこいい音楽を作ってる、そういうところとかに勇気づけられたりとか、あとはなんていうかな、まあ、連帯感とか、あと自分でその、まあ、ダメなバンドを見てある意味感情移入しちゃったり共感したりとかで、特にあとは自分自身の話になりますけど、まあ、世界史とか地理とかすごい好きだし、でこの本ではないけども北アフリカのチュニジアっていうところに子供の時に住んでたから、マイナー国でもそういうカルチャー、ちっちゃい国でそういうカルチャーって本当に狭いシーンだから、逆に一体感とかその、まあ、家族愛的なところもあるし、そういうところを想像できるっていうのがあるから、でも日本も辺境じゃない人も別に欧米の中の中心的なシーンっていうわけでもないから、そういうのがいろんな国にあるのかなとかって思うと楽しいっていうのと、あとはやっぱこういう音楽ってマニアだから、大体行くとそのポップとかメジャーの音楽を聴いてる人たちじゃないから、マニア心がくすぐられるっていうのはありますよね。デモテープとかトレースするとかっていうのと同じように、誰よりも先にこのバンドを知った俺で、それをみんなに広めたいっていう、そういうなんかなんていうか、レースみたいな、オリンピックみたいな競争みたいなのあるじゃないですか。だから昔はだからデモテープのトレードとか、そういうなんかすごいマイナーバンドを一番最初に発掘したとか、そういうのでのなんか競争みたいなのあったと思いますけど、今オンラインで大体やっぱかっこいいバンドとかで新人で、まあ、アメリカとかイギリスとかそういうのに出てくるのって一瞬で知れ渡っちゃうから、
そうすると発掘するっていう気が起きないっていうか、もう発掘しなくてもフィードを見てるだけで降りてくるじゃないですか。そこまでやっぱならないのっていうのは、一応オンラインにはいるけれども、そのドメスティックのシーンでしか知られてないショコショコデスメタルバンド、それがやっぱ辺境にいろいろ残ってて、でそういうバンドは一応オンラインではいるけれども世界的にはバズらない、そういうところに潜んでいるメタルっていうのを探求したくなるっていうメタルマニアの、そういう失望を刺激するんじゃないかなっていうのはありますけど、まあ、その辺境の面白さって特に80年代とか、まあ、80年代でそのインターネット以前の時ってやっぱ勘違いの格好さがあって、その80年代ってこうスラッシュメタルが始まって、でだんだんこうデスメタル、グラインドコアとこうアメリカ、ヨーロッパのシーンが進化していくんだけど、例えば当時のブラジルとかいつまでも進化しないわけですよ。90年ぐらいになってこうシーンがこうデスメタル一色になっちゃってるのに、いつまでも汚いスラッシュをやる、でそういう面白さがあったりとか、まあ、要はその情報の時差があったりとか、なんかこうすごいデスメタルバンドがアメリカで例えば出てきてる、だけどどうやってドラム叩いてるか分かんない、音聞いたって分かんないし、どうやってこんなギターの音出してるか分かんないっていう、そういうでそこをこう自分たちのこう工夫でやろうとした、勘違いした結果とんでもない、まあ、とんでもなくひどいものができた、とんでもないすごいものができた、そういう面白さが多分あったんでしょうね。いやーそうですね。で今やっぱりちょっとインターネットが出てきちゃって、その世界 の, その情報の、まあ、あと気遣いがで、そういう中であんまりこうその偏りがなくなってきた中で、やっぱ最後の最後ですね、楽園なのかなという、でそれでもやっぱりこれ読んでて、ね、その凡庸であるとかフォロワーでしかないみたいなのが結構あったので、まあ、アフリカでも、まあ、所詮そのモノマネみたいなバンドの方が多いのかなっていう気がしたんですけど、それは どうでしょう、まあ、アフリカ丸出しだなっていうバンドと、結局欧米のフォロワーその劣化コピーをしてるだけのバンドの割合って、いやー、なんでしょうね、やっぱだから10年ぐらい前はそのインドネシアとか中国とかロシアとかが新興国で、なんかこういうのが出てきたんだぜとかっていうのが結構みんな驚いたけど、今はもうそれが10年ぐらい経ってるから落ち着いちゃってて、別に遜色も何もなくて、で逆に本当に最後の最後のその IT とかが最後に行き渡るのと同じように最後のフロンティアですね、アフリカ。でもその人たちやっぱりなんていうかな、グローバルな視点でメタルっていうのを見てないし解釈してないから、本当に自分の街 のライブハウスの仲間内でしか、まあ、日本もそういうところありますけども、そこでその技術的な制約もあるだろうし、あとは欧米のコピーバンドみたいなことをやっちゃうだけで十分人気がすごい出ちゃうんですよね。でそれで大スターになっちゃうんですよね。でそれで承認欲求が多分満たされちゃって、それ以上の向上心とかもないし、やっぱりある程度なんていうかな、豊かになって、それでもっとすごいのっていう風になるっていうのは相当もう資本主義の市場経済の中でかなりなんていうかな、落ち着いてからの次のフェーズだから、貧しい中でそれで外たれも来ないし、でやっぱり欧米の有名なバンドを聴くぐらいのカルチャー、その狭いシェアの中で やってると地方の日本の大学とかのサークルバンドとかで、まあ、スレイヤーのコピーとかそういうのやるだけでもうモテちゃって大人気、それで満たされる。でもそれはどんどんやっぱやっていくうちに、絶対みんなこれ偽物だ、これはなんか、まあ、学祭バンドレベルだって気がついていくだろうから、だから10年ぐらいしたらもう普通になっていくだろうし、そうすると逆につまんなくなってくるかもしれないけど、その中にはすごいミュージシャンっていうのも絶対出てくるだろうから、モルドボとかも結構今いっぱい出てきてるし、これからじゃないかな、始まったばっかです。